偵工藤新一。幼馴染で同級生の毛利蘭と遊園地へ遊びに行って黒ずくめの男の怪しげな取引現場を目撃した。取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づいてくるもう一人の仲間に気づかなかった。俺はその男に毒薬を飲まされ目が覚めたら体が縮んでしまっていた。工藤新一が生きているとおやつらにバレたらまた命を狙われ周りの人間にも危害が及ぶ。アガサ博士の助言で正体を隠すことにした俺は